あ、ごめん。ごめん、ごめん、ごめん。でも今ので練習になりました。なった、なった。はい。よかった。じゃあ、よ。嬉しいな、うん、なんか懐かないんですよ人に心なかなか彼氏とかできても、うん、3ヶ月ぐらい心開かないタイプで、あ、そうなんだ、うん、気使わないでね、いやいや逆にだからちょっと人が寄りつかないというか、うん、さっきもリスナーさんとかいて、うん、自分のえって思うコメントあったら変だなとか言っちゃうから離れちゃうんですよせっかく応援してくれてるのにね、自分らしく、うん、自分の好きなように配信したら絶対リスナーついてくるから、うん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 、ね、そうしよう、ブレずに、うん、ド M じゃないとサクちゃんとはやっていけないよ、いや自分の感情を殺さない、配信しとった、ね、最悪聞こえてるよ、聞かないと自分の感情を、ね、いやいや、でもささっきの会話でさ、思ったやろ、めっちゃ言いたいこと言って、あ、この女だりーなって思ったやろ、マジめんどくさいわって思った、男だわ、男、そう、さくら性格男なんよね、うん、まあ、自分でも思う、いや全然、でもなんかルイジ君とかこう人として素敵だなとは思うよ、なんで振られてんだよ、いやでも言い方が振り方なんだよ、でもやっぱり自分の仕事としての意思をやめてしまって、それはもう結婚するとかだったら全然そっちを立てるんだけど、自分が崩れちゃうんだよね今そこ、立ててくれよ俺はよ、いや立てたいけど俺自分が折れたらもうその桜咲く終了しちゃうから、終了してまで好きになったら多分平気で折れるけど、今その折れる自分が怖いんだよね、さくらさくちゃんがいなくなっちゃうもんね、さくちゃんなんか高校生の時の部活見てるみたい、そうでしょ、うん、ガチガチよな、うん、そんなに燃えたことないから余計に、何人兄弟なんだっけ、一人です、一人っ子、はい、俺もわかるわ、でも三脚借りていい、さくちゃん、どうぞ好きに使ってください、うん、ライトつけた方がいいですよ、あ、本当？ありがとう、ちょっとね、一人っ子って精神年齢が低いんだよ、なになに、わかるわなんかやっとハマるもの見つけたって感じでしょ、いや、てか今まで男の金で生きるの当たり前だったし、男に頼るの当たり前って思ってたから楽しいんですよね、初めてこう自分のお金稼ぐ、これが本当のサクちゃんだぞみんな、いやいいんだよ全然あ全然いいんだよ、かわいい、みんなのキャリー、うん、私もでも私買ってもらいました、そのキャリー、リスナーさんに、そう、めちゃくちゃいい人やタイムマシンに乗って、うん、ここ未来舞台ね、それなりに感動だろう、寝てないんだよ今日、人増えちゃったから、多分誰かしら起きてなきゃいけないから、私体力あるから起きてんのよ、あ、スリー眠いよ、おはよう、おはよう、じゃあみんなおやすみ、やば、なんか今の歌好きになった、俺寝るよ、タイムマシンに乗ってさくらちゃん、シャワー浴びてきてる、オッケーオッケー、おはよう、おやすみ、さくらマジでいびきやばいから、なんで切ったの、うん、いや後ろの2人を映したかったの、ずっと練習してるの、それで今何も来たの、